はい、というわけで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は旧石器時代と縄文時代の暮らしについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。1万年前ほどから日本列島に人類が到達し生活をしていました。縄文時代には土器などを作りながら定住生活を始めたよという話になっていきます。それでは内容について見ていきたいと思います。今回から日本の歴史がスタートします。20万年前に人類の祖先であるホモ・サピエンスっていうのが誕生してから、約19万年ぐらい経ってからようやく日本列島に、人類が到達し、そこで文化を作っていくわけなんですね。はい、じゃあまずはじめに日本列島に人類が、到達したあたり、旧石器時代の暮らしについて見ていきたいと思います。そもそも皆さんは小学校の頃に、日本の歴史にはいろんな時代区分がありますよ。縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良とかっていうふうにいろいろ勉強していったんですけど、旧石器時代って何ですかっていう話なんですよね。急に登場した旧石器時代、はい、これっていうのはなんか元々は日本の時代区分に入ってなかったんですよね。っていうのもこれ後からまた紹介するんですけど、縄文時代っていうのは土器を使い始めた、縄文土器っていうのを作り始めた、使い始めたあたりから、縄文時代っていうふうに言うんですけど、70年くらい前っていうのは、実は日本にはその人類が到達したのは土器を作り始めた頃なんだよ。それより前の時代っていうのは人類はいませんでした。日本列島に人類はいませんでしたっていう説が有力だったんですけど、しかし戦後あたりですね、相沢忠宏さんですかねっていう人が、惰性石器っていうのを発見するんですよ。どうやら日本列島にも縄文時代より前から人がいたらしい。で、その人たちっていうのは土器は作っていませんでした。しかし惰性石器っていうのを使っていましたよっていうのは分かったわけなんですね。で、惰性石器を使っていた時代っていうのは世界的に見ても旧石器時代っていうふうに言うんですね。惰性石器は旧石器時代、新石器時代っていうのは魔性石器っていうのを使っていた時代なんですね。っていうわけで縄文時代より前にどうやら日本には人がいたらしい。っていうことで、世界では石器を使っていた時代を旧石器時代って言うので、旧石器時代というふうに言いましょうっていう形で、70年ぐらい前に新しく作られたものになったんですね。はい。氷河時代っていうのは、旧石器時代が始まる前の氷河時代っていうのは海面が今より100メートル以上低かった。っていうところで、昔は日本列島ってその、ユーラシア大陸と、陸続きになっていたんですよね。なので、そこを通って、マンモスとかナウマンゾウ、オオツノジカっていう大型動物が、渡ってきたんですよね。で、その動物を追ってきて、大陸から移り住んできた、人々がいたんですね。それが日本列島に人類が到達したっていうのの始まりになっていきます。当時っていうのは、狩りをしながら生活をしていきますから、でっかい動物を追いかけて、その人類っていうのは日本列島に到達していく。で、その人たちっていうのは、惰性石器っていうのを使っていました。惰性石器っていうのは、石を石で打ち砕いて、パリンって割れたやつが尖っていると。で、その尖っているやつを槍の先っちょとかにつけて、その狩りとかに使っていた。惰性石器、打つっていうこの漢字が入っているんですけど、それは打ち付けて、石を打ち付けて作った石器だからっていうふうに言います。ちなみに、教科書にも、その、惰性石器のその、写真みたいに載っているんですけど、もう形もしっかり覚えておいてください。はい。で、その槍とかを使って動物を取ったりとか、植物を採集したりしていたんですね。その、でっかいその、惰性石器を使ってそれを切ったりとかして、果物を木から切ったりとかして、生活をしていたんですね。で、この当時の人々っていうのは、テントみたいなのを作って、簡易的なテントですよね。木の枝にその布みたいなのを引っ掛けて、簡易的なテントを作ったりとか、あとは洞窟みたいなのに住んだりとかして、移動しながら生活をして、もちろん狩りをしていますから、その、でっかい動物とか追いかけながら、狩りをして生活をしていたそうです。で、1万年ほど前になると、最後の氷期、冷たい時期っていうのが終わって、歴史にあった氷が、溶けて、海面が上昇していくんですね。南極大陸とかにたくさん氷があったんですけど、それが溶けるっていうことは海にその水が流れ込むっていうところで、その分、海の高さが上がるっていう話ですね。はい、そのようになったことで、今まで陸とつながって、大陸とつながっていたんですけど、それが離れて現在の日本列島になっていきますよという話ですね。はい。そして、1万数千年前から、日本列島の人々っていうのは土器を作るようになりました。先ほど言ったように、この縄文土器っていうのを作るようになったことで、土器を作っている時代ですね。っていうところで縄文時代っていう形なんですね。それより前は、まだ土器を作っていません。惰性石器のみを使っています。
はい、でこの縄文土器っていうのは、まあ、厚手で低温で焼かれた、まあ黒い色をしている、まあ、土器なんですよね。で表面に縄目のような文様がついているっていうことで、その縄の目の土器っていうことで縄文、縄の模様がついている土器っていうことで縄文土器っていうふうに言います。ちなみに世界で最も古い土器だそうですね。はい、これっていうのをビジュアルで、まあ、形を覚えておいてください。教科書に、まあ、写真載っているので、それを見て、まあ、これが縄文土器だよっていうことを覚えておくという形ですね。はい、この試合っていうのは先ほど言ったように最後の氷期が終わった、冷たい時期が終わったっていうところで、まあその海の海面が上昇したっていうことに加えて気温が上昇したので植物の栽培っていうのができるようになったっていうところもあります。まあ気温が高くなってくるとその分植物を育てることができるので自分でいろいろ植えたりとかしてそれを収穫するっていう形もありました。まあしかし暖かくなってきたっていうことも、同時に起こったので木の実も豊富になっていくんですよね。山にたくさんの木の実とか果樹がある、そして動物とか植物、魚っていうのもたくさんいるっていうところで、まああんまりそのこのちょっと後になってくると農耕って言って計画的にその田んぼを作ったりとか、あと牧畜って言ってその牛を囲ってその育てるとかで、それを肉とか牛乳にしたりっていうのがあるんですけど、そういうのはあまりなかったようですね。まあその身の回りにもたくさんその食べるものが有り余っているので、まあ取って食べるだけで良かったっていう形で、あまりその農耕とか牧畜は発展しなかったそうです。はい、そしてまあその縄文時代の人々っていうのは、まあ海に近い村で生活していくんですね。やっぱりその魚がたくさん取れるとか貝がたくさん取れるっていうことが、まあ非常に食料としても大事なので、海の近い村で住んで、そこで、まあ、貝殻とか、まあ、魚の骨を捨てた、まあ、貝塚っていうのが残っているっていうところで、まあ、当時の人が、その、どういう生活をしていたのかっていうところも、貝塚からちょっとわかるそうです。めちゃくちゃたくさんの貝が積み重なっているところで、どんだけその縄文人貝好きやったんやでっていうことで、そういうのを示す、まあ、遺跡とかも残っています。はい。で、この縄文時代の特徴として、人々は、移動しながら生活するのっていうのをやめます。そして、食料を得やすい場所に集団で生活して、建物、家ですね。家は、縦穴住居っていうのに住んでいます。まあその自分の家の家になる場所をちょっと掘って半地下みたいな形にするんですが、地下みたいな形で掘ってそこに真ん中に木を建てて、そこに今かやぶきって言って藁みたいなのをかぶせることで、まあ、家みたいな形にするんですね。この縦穴住居っていうのに住んでいました。まあ縄文時代の生活なんですけど、人々は耳飾りをつけたりとか、あとまあ抜歯っていうのを行ったりとか、土偶を作ったりっていうことで、なんか物作りが盛んになったりとか、ちょっとおしゃれをするようになったりとか、あと儀式みたいな形で抜歯とかをするようになりました。当時の抜歯怖かったでしょうね。その麻酔とかもなくて、そのなんか紐とかくっつけてグレーって引かれるわけですから、めちゃくちゃ痛そうですよね。はい、他にもそのまあ当時この縄文時代になってくると神様みたいなのを信じてくるようになるんですね。1万年ぐらい前、私たちの身の回りには神がいるんじゃないか、いろんなところに神様がいるんじゃないか、森の中にも精霊がいるし、川にも精霊がいるし、この石にも精霊がいるしみたいな形で、いろんなところに精霊がいるっていう考え方が広まっていきます。アニミズムってやつですね。まあ霊がいるっていう考え方です。なのでこの頃になってくると、まあ屈葬って言って死んだ人のその手足を折り曲げて体操座りみたいな形にさせて埋葬する、まあ縛って埋葬するっていうのが増えていきます。これなんでかっていうと、死んだその後に霊がそのまあ生きている人に対して何か悪さをしたり復讐をしたりするんじゃないのっていうところで、霊が出てこないようにしっかりと縛って埋葬を行うっていう形ですね。まあこれも死んだら霊が出てくるっていうアニミズムの考え方であったりとか、あとはまあ恐ろしい話なんですけど、クカタチっていうのも始まるんですけど、まあクカタチっていうのは裁判の方法ですね。誰かが例えば万引きをしたっていう時に、本当にやったの？やってないの？いや俺はやってないよ。やったでしょっていうのを、裁判する時に使われたのが、まあクカタチってやつですね。まあ現在で言うと裁判って言ったら、その証拠とかを元にして、こういう風だからあなたはやりました。目撃者がいましたから、目撃者はこう言ってますよ。だからあなたは有罪ですねっていう風に言うんですけど、じゃ縄文時代の人はそういう裁判どうしたのかっていうと、神様に判断してもらうんですよ。私たちの身の回りには神様がいますから、じゃあその人に万引きしたかしてないかを判断してもらいましょうっていう話です。ただこの判断してもらうやり方が恐ろしいんですよね。で、クカタチって言ってその沸騰した、ね、熱湯に手を突っ込むんですよ。で、やけどした方が有罪みたいな、形で、まあその何もやってないのでやけどしないでしょみたいな、まあ、かなりサイコチックな考え方なんですけど、そういう方法を取っていたそうです。ちなみになんですけど、結構その手を突っ込んでその火傷するかどうかで裁判をするっていうのは割と最近まで起こっていて、江戸時代にも手突き症かなんかっていう話があったんですけど、あっちあっちにその
熱した鉄を触るみたいなことで、その火傷具合で、その正しいか正しくないかみたいなのを判断したっていうところで、まあ現在、その、ね、科学的根拠をもとにして裁判が行われる私たちからすると、ええーってなりますけど、まあそういうのの、まあ1万年前ですからね、その科学とかない時代ですから、神様アニミズムっていうのを信じていたそうです。はい。縄文時代が1万年以上続いたっていうところで、まあ、逆に言うと、この1時間で約1万年の話をしたっていうところで、まあ割と人々っていうのは、平和的な時代だったそうですね。まあ狩りとかをしながらも、争いとかはあんまりなくて、まあ、その取れたものを取って、まあたくさん木の実とか貝とかありますから、幸せな生活をしていたそうです。はい。というわけで今日は縄文時代の暮らしについてやっていきました。はい。旧石器時代ですね。まあ日本人が、日本列島に到達したっていうのは、縄文時代の一個前、旧石器時代ですね。打製石器を使っていた時代でした。この頃っていうのは移動しながら生活をしている。マンモスとか、オオツノジカとか、そういったものを追いかけながら、テントで生活をして、その動物を狙ったりしながら、移動していましたと。そういった中で日本列島が暖かくなってきた。気温が暖かくなってきたことで、日本列島が大陸から切り離される。で、この大陸から切り離されたことで、まあ気温が上昇した、まあ気温が上昇したことで大陸から切り離された。それによって、この旧石器時代の人々の生活っていうのを大きく変化していくんですね。暖かくなってきたことで、周りの植物がたくさん生えたりとか、山に果物とかたくさん生えるようになったんですね。それによって人々っていうのは、わざわざその狩りをしながら、移動しながら生活をしなくても済むようになってきた。周りにある山から取ったもので生活ができるようになってきた。木の実を取ったり、果物を取ったりとか、あとは水辺で魚を取ったりとか、貝を取ったりっていう風に定住生活をするようになりました。そこでは縄文土器っていうのを作って、物を煮たりとか、物を保存したりとかっていう形で、土を練ってそれを焼いて固めた土器っていうのを使うようになっていきます。他にも竪穴住居っていうのに生活するようになっていったりとか、他にもいろんな文化も発達していって、例えばその耳飾りを作ったり、土偶っていう、まあ、その、豊かな生活を送してくださいね。まあ、豊かな生活を神様お願いしますみたいな土偶を作ったりとか、あとは文化的な面で言うと、アニミズムっていう神を信じていくっていう、文化が広がっていって、屈葬であるとか、クカタチっていう、まあ、裁判の仕方を行ったりとか、まあ、平和な時代っていうのが約1万年以上続いたよっていう話になっていきます。